こちらも今朝5時台にお話を聞く、こちらも今冬なんですね。ただ冬といってもいろいろあるのねという土地です。土地というか国ですね。はい、 UAE アラブ首長国連邦ドバイにいらっしゃいます商社にお勤めモナさんです。モナさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。3ヶ月ぶりくらいですかね。はい、そうですね、お久しぶりです。はい、でその3ヶ月前の10月の半ばくらいだと記憶してるんですが、いよいよドバイも冬に入っていくんですっていうようなお話してました。今ドバイのこの冬を迎えた気温ってのは何度くらいなんでしょう？はい、今すっごく快適な気温になってまして、はい、今がですね、ちょうど深夜0時を回ったところなんですけど、はい、現在の気温で20度です。はあ、快適ですね。ちょうどいい。ね、はい、そうなんです。はい。あれが昼間になると最高で、まあ、28度から30度くらい。はい、そして、まあ、明け方の最低気温で15度とかになりますね。はい、まあ今いいなーっていうこの声が聞こえてきたような気がするんですリスナーからですねちょうどいいなーと、少しね、まあ、15度っていうと肌寒いかなって感じる方もいらっしゃる。そんな時はもうカーディガン着たりとかウィンドブレーカーとかね、何か1枚こう羽織れば OK、はい、今そういう時期なんですね。はい、そうですね、なんですが、はい、あの私たちから見ると、まあ、カーディガン1枚あればいいかなっていう感じもするんですけど、やっぱりこっちの国の人たちってあまり寒さに慣れてないものですから、はい、もう15度なんかに下がってくるともう寒くて寒くてダウンとか着るんですよ。ダウンですか？15度で。まあ着られないことはないですけどね。それに、まあ、そこまで寒がりじゃなかったとしても、あの若い人たちなんかはファッションで、はい、あのやっぱりこう冬らしいファッションって着てみたいんですよ。こうブーツを履いたりニットを着たり、あの雑誌やインスタグラムの向こうにあるような冬のファッションって着てみたいものですから、もう気温が20度を下回ってきたらここぞとばかりにそういう冬の服買って着るんですよ。あ、そうですか。実際のはい、体感温度としては全然あのビーチサンダルでいい気温だと思うんですが、はい、なので、はい、それなりに冬服も売れるんですよね。あ、でもその冬の装いしてる人はなんか額に汗にじましてるとかそういうことはないんですか？そういうわけでもないかな。そうなんね、はい、やっぱり感覚が違うんですね。ですね。はい、まあ、今若者ですとね、一年中なんかの毛糸の帽子みたいなね、のかぶってる若者もいます。あ、はい、まあ、このおじさんからしてみると、はい、おい頭蒸れないみたいにちょっとこう、心配したくなるくらいですが、まあ、それもファッションの一つで、おそらくそういう帽子なんかもかぶってるね。だって夏場は50度になるドバイですよ。はい、そうですね。まあでもファッションとしてはね、着てみたいっていう気持ちも非常によくわかります。さて、モナさん、元日早々ですね、日本は能登半島で大きな地震がありまして、まあ、これ日を追うごとに被害がこんなにひどかったのかという、何かこの驚愕の毎日を送っている日本列島なんですが、この地震というのはモナさん、ドバイでは報じられましたか？はい、もうトップニュースでしたね。はい、もう新聞の一面を、あの日本の被災地の様子が大きな写真で、あの紹介されて、はい、通常なんか最近はあの新聞のトップニュースというと、こちらではパレスチナのことが取り上げられることが多いんですけれども、はい、あのそれをあの押しのけてっていうんですかね、るほど、あのものすごくあの衝撃を持って受け止められていたと言えると思います。はい、はい、まあ、あのドバイというのは UAE アラブ首長国連邦、これは7つの首長国で構成されていて、で政治の中心、石油が取れるところをアブダビと言いますね。あと経済の中心、はい、観光の中心が今モナさんいらっしゃるドバイです。でドバイといえばですね、はい、とにかく世界一が大好きでね、世界一高いタワーとかね、はい高層ビルとかあります。でもそれを見れば分かる通り、はい、地震はそんなにないはずですよね。そうなんですよ、あのドバイでは地震っていうのが全然なくて、
そのあるとしても、例えばそのアラビア湾を挟んだ対岸のイランで起こった地震がちょっと伝わってきて、震度1あるかないかみたいなのがほわっと伝わってくる程度とかなんですよ。だからあの基本的にこの国は全く地震がないし、地震を想定してない地っていう場所なんですね、はい、でもだからこそあの日本って大変だねって思ってるし、はい、日本の建物ってすごいはずだけどこんなに崩れるんだねっていうのはやはりすごくショッキングに、はい、感じられているようですね。なるほど、そうか、ね、地震にはある程度慣れてる、そして対応もできてるはずの日本なのに、どうしてこんな家壊れちゃったんだろうっていう、その驚きもあるってことなんですね、はい、そうですね。いかにあの大きい地震だったかっていうのは、はい、はい、やっぱり衝撃です、ね、そこでニュースとなったということですね、はい、もう一つモナさん、その翌日ですね、羽田空港で日本航空機と海上保安庁の航空機が衝突する事故もありました。この事故はニュースとしてはどうだったんでしょう、ドバイでは。あ、こちらもすごく大きく取り上げられていまして、はい、あの新聞でもですし、あとはまあ SNS とかでもかなりたくさんの人が反応していたんですね。で、その中でもやっぱり多かったリアクションっていうのが、あの、まあ、日本でも結構言われてることだとは思うんですが、あの乗客の方々の避難する時の冷静さっていうのが、はい、あのマナーの良さっていうのがものすごくあのびっくりされていて、いやもうこの脱出劇は日本人だからできたんだよねっていうのは、あの本当に多くの人が言っていました、はい、はい、まあ起きてほしくはないんですけれどもね、これでもドバイの方々 も、はい、もうそれこそバスに乗るように電車に乗るように飛行機というのは利用してますものね。そうですね、飛行機はかなりあの身近と言いますか、ええ、はい、あの国民 UAE の、 あの UAE 国民だけじゃなくて、あのこの国は9割が外国から来た、はい、あの人ですから、労働者であったり私のように働きに来てる人、移住してきた人なので、皆さん頻繁に必ず飛行機乗るんですよね、あの帰省すると言ったら飛行機、休みと言ったら飛行機、だからすごく飛行機っていうのは身近な乗り物なわけですけれども、もし万が一こういう事故がこの国で、もしくはというかまず日本以外で起こったら、はい、こんな冷静な避難はできないんじゃないかって、やっぱり日本のマナーの良さはすごいねって、ええ、うん、あのだって乗客同士が殴り合ってないんだよっていう。そうです、普通そうか、あの我先にでね、俺が先だとか言って押し抜けたり、ええ、はい、なんかまだ立たないでって言われてる時にちゃんと立たないで待つ、はい、荷物を持たないでっていうことを乗客同士が声かけ合ってる、押し抜けたり、あのもたもたしてる人を攻撃したりしないで、きちんとあの指示を守って避難している、これはすごいねって、はい、言われていました。そうですか、はい、いやモナさんにこうやって改めていろいろお話聞くと、まあ、日本では当たり前の、ね、ことになっていますけれど、海外からしてみるとそういう驚き、まあ、感動に近いものもあるんですね。はい、ね、はい、モナさん今朝もいろいろお話聞かせてください、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。時刻5時18分です。おはようテラちゃん。今朝この5時台は UAE アラブ首長国連邦の一つドバイと結んでいます。ドバイ在住、商社にお勤め、モナさんです。モナさん、今ラジオ機の方から質問が来まして、ドバイの新年はどう過ごすんでしょうか、はい、ということなんですが、これはどういうふうにこう新年を迎えるんですか。はい、ドバイはですね、新年派手派手ですね。派手派手、はい。はい。あの、ま、一番、あの、ポピュラーな楽しみ方は、年越しカウントダウン花火を見に行くというものですね。はい。ドバイでは、あの、ま、日本と違って、新年に、その、宗教的な、あの、意味合いとかは全然なくて、もう、花火をバンバン打ち上げて、イエーイってやるやつなんですけど。いいですね。それはそれでね。はい。あの、皆さんご存知の世界一高いタワー、ブルジュハリファっていう828メートルのビルがありますが、はい、そのビルから花火が吹き出すやつですとか、はい、あとは、
パームジュメーラっていうヤシの木の形をした人工島ですね。はい、その人工島の輪郭すべてから花火が打ち上がったりですとか、もう有名どころ、ドバイの中にある各地の有名どころ、いろんな観光名所からはもう片っ端から花火が上がってると思っていいような状況になります。はい、それを見るために世界中から旅行者の方が訪れるんですね。なので、実は12月の後半っていうのが、ドバイにとって一番の、その外国人観光客が来る稼ぎ時の時期になります。はい。で、12月の後半だけで、ドバイ国際空港を400万人が使うって言われてるくらいなんですよ。でですね、私自身も、ちょっと海の方に花火を見に行ったりして、過ごしたんですけれども、実は、ドバイだけじゃなく、お隣の他の首長国でも、派手な花火を打ち上げてまして、はい、例えば、アブダビだったら、40分間花火を打ち上げ続けるだったりですとか、あとは、ラスアルハイマっていう、UAE の中でも北部の首長国の方では、幅 4.5 キロのゾーンで、はい、花火を打ち上げる。はい、海岸沿い 4.5 キロの花火ゾーン、はあ。もうだからもう短い間隔で 4.5 キロバーッとこう、パン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 上がるってことですね。はい。はい、そんなことをやったりしてですね、もう、年によっては、それでギネス記録を狙いに行ったりするくらい。はい。派手派手年越し花火にはすごく力を入れているのがこの国です。そうですか。はい、今ね 4.5 キロって言ったけど、1時間人が歩いてもまだ到達できない端から端までっていうその長さですよね。はい、時速4キロですもんね、はい、人間ってね、よく言われるのがは、はい、すごい距離で花火打ち上げるんですね。はい、そうですね。まあそのくらいびっくりするような花火を打ち上げるから、たくさんの外国人観光客が来てくれてっていう、そこが稼ぎ時なんですよっていうことになるんですね。はい、ただ、今年はですね、ちょっと変わった動きが一つありまして、UAE を構成している首長国、7つの首長国の中の一つにシャルジャっていう首長国があるんですね。はい、は、ドバイの隣、ドバイの北側にあって、まあ、存在感としてはちょっと地味かもしれないんですけど、ドバイのベッドタウンみたいな首長国になっています。で、そこの首長国がですね、今年はパレスチナの、現在の惨状に連帯を示すために、自粛ムードじゃないですけど、今年は、年越し花火を上げませんっていう決定を下したんですよ。はい。だから、経済活動を優先して、まあ、これまで通り派手派手花火で思いっきり盛り上がる首長国もあれば、はい、その一方でパレスチナのことに思いを馳せましょうっていう方針を取った首長国もあって、はい、ちょっと例年とは毛色の違う年越しになったなと思います。そうなんですね。はい。はい、あとはなんか越年イベントみたいなのもあるんですか？そうですね。はい。ドバイの場合は、結構年越しを、高級レストランで、お食事しながら、はい、いろんな有名アーティストのライブ、コンサートを楽しむっていうのが、各地で開かれてるんですけど、はい、で、その中でですね、今年は実は日本人のアーティストさんが、年越しカウントダウンライブをやったんですよ。はい、誰でしょう？はい。アルファベットで MOS って書いて、MOS っていう、女性4人組の、グループなんですけど、管楽器、いわゆる吹奏楽ですね、トランペットとかトロンボーンとかを、演奏する女性、若い女性のグループでして、はい。はい、去年ですね、アメリカゴッドタレントっていう番組、平沢さんご存知ですか？オーディション番組。はい。はい。あれにも出場された、グループなんですね。はい。はい。で、その子たちが、まあ、ドバイ側から、まあ、見つけられまして、はい、オファーを受けてドバイに来て、年越しライブ、年越しコンサートをやってくれと言われて、実際にドバイのビーチで、
あ、演奏したっていう、はい、そうなんですね。あったそうで。はい。いや、こういう、華やかな舞台にも、日本人のアーティストさんが参戦されてて、すごく嬉しいなと。嬉しいですね。はいはい、思いました。そうですか。まあ、あと、もう今のお話聞いてても、花火が半端ではないですね。花火で打ち上げがね。そうですね、すごいな。一度見てみたいですね。はい。さて、はい、皆さんに、どうぞ。すいません。皆さんにもぜひぜひ一度は見ていただきたいんですけど、ただですね、この花火を、どこの花火を見に行っても、家に帰るのがすっごく時間かかるので、いらっしゃる際は、どうやって帰るのかっていうのを、ね、さんに入れてぜひお越しください。帰るのが大変なんだ結構ね。そうなんです。そうなんですね。はい。さあ、それでは朝刊トップ5いきます。1月16日火曜日、今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。毎日新聞、能登地震二次避難 6%、最大震度7を観測した能登半島地震で、石川県の被災者をホテル旅館に移す二次避難が昨日現在で避難者全体の 6% にとどまることが県のまとめで分かりました。地震発生から昨日で2週間、災害関連死を防ぐため政府も二次避難の加速に力を入れていますが、思うように進んでいないのが現状です。読売新聞、安倍派7幹部不起訴へ。自民党派閥安倍派をめぐる政治資金パーティーをめぐる事件、東京地検特捜部はパーティー収入の一部を政治資金収支報告書に記載しなかったとする政治資金規正法違反容疑で告発された安倍派幹部7人を不起訴とする方針を固めました。幹部らと会計責任者の共謀は認定できないと判断しています。朝日新聞、 GDP 日本4位転落確実。今年の名目 GDP で日本がドイツに抜かれ、世界4位に転落することがほぼ確実となりました。アメリカのドル換算で比べるため、日本の GDP が円安で目減りする一方で、ドイツは大幅な物価高でかさ上げされることが要因です。日本経済新聞、ダイハツ5車種先行検証。ダイハツ工業の品質不正問題で、国土交通省はまずミライイースなど5車種について安全性を検証する方針を固めました。今月中にも分析を終えた車種の検証結果公表を目指していて、安全性が確認されれば出荷再開に一定の道筋がつきます。日刊スポーツ、大谷二刀流10年継続誓う。アメリカメジャーリーグ、ドジャース大谷翔平がコナミの野球ゲームアンバサダーに就任しました。その大谷はドジャースでの10年間二刀流継続とワールドシリーズ制覇を誓っています。はい、以上朝刊トップ5でした。はい、日本は大体こういうニュースですが、さて、イスラエル軍によるパレスチナ自治区を実効支配するイスラム系組織ハマスへの攻撃、依然続いています。戦闘開始から100日が経ちましたが、ガザ地区を訪れた国連パレスチナ難民救済事業機関の、ラザリーニ代表は先週、この100日間の膨大な死、破壊、非難、飢餓、喪失、そして悲しみは私たちが共有する人間性の汚点となっていると述べました。UAE ではイスラエルとこのハマスの戦闘というのは、これはモナさん、やはり連日放送報道されているんでしょうね。はい、もちろんです。やっぱりだいたいトップニュースはそのことになりますね。はい、やはりトップニュースなんですね。この同じ中東で始まった戦闘ですが、はい、UAE アラブ首長国連邦ドバイ、まあ、これ何か変化というのはありましたでしょうか。そうですね、まず大前提として、UAE はアラブの同胞という意味ではパレスチナと共鳴しているわけですね。はいはい、ただそれと同時にアラブでありながらイスラエルとの国交を樹立したてほやほやなんですよ、はい、これ2020年のことなんですけど、という面もありますので、ちょっと複雑な立場にあるんですよね。はい、だから距離としてはドバイとパレスチナは
2100キロくらい離れてまして、はい、この距離っていうのが、まあ、東京から台湾くらいの距離になるんですね。はあ、はい、でそのある程度の距離はあるし、国境も接してるわけではないので、あの物理的な影響っていうのはないです。はい、あとあの、まあ、この国では政治体制上イスラエル、パレスチナどっちをサポートするにせよ、デモだったり政治活動だったりっていうことは起こらないんですけれども、はい、あのそれでもできる範囲内の活動として、パレスチナに対する寄付活動っていうのはあの活発になっています。寄付活動ですね。はい、はい、そうです。あの募金箱の設置だったり、あとは銀行内での、あの募金の窓口であったり、赤十字を通して寄付をするシステムだったりが、あの多数早急に整えられました。はい、それからあとこう一般市民があの生活していて、あの分かりやすいところでは、物資を寄付する箱、大きな箱がですね、ショッピングモールに置かれまして、そのショッピングモールの中で買い物してそのままポンと入れるっていう。あ、そういう寄付ボックスが、寄付の仕方があるんですか。はい、そうです、そうです。必要なものがリストは、リスト化っていうんですかね、はい、してあって、あ、今これが必要ですと、はい、はい、あのブランケットとか紙おむつとか、あの缶の粉ミルクとか、そういうものが書いてあって、それに該当するものをショッピングモール内のスーパーだったり、あのブランケット屋さんだったりで買ってその場で入れる。そうすればあの当然あの欲しいものが来るし、新品が来るし、一箇所で回収できるしっていうことで、はい、そのようなものをあの見かけたりしましたね。そうですか。あ、それはちょっと日本にはないですね。はい、私は見たことがないですね。まあ、義援金ですとか ね、あとはその自分が持っているものを、はい、まあ、今はあの能登半島地震では個人を送らないでくださいって言われてますけれども、あの、まあ、そういうものを送るっていうのはありますけれども、はい、買ったすぐそこに、そこで何か送るっていうのはないですもんね、これは日本ではね。はい、ですよね。はい、あのこのシステム、あのこれならあの間違いなくちゃんと新品が届きますし、はい、あの賞味期限切れの変なものが送られたりとかもしませんし、いいシステムだなとは思いますね。はいはい、ところでイスラエルと隣接する国の一つが中東レバノンです。で先週中東レバノンを訪問していた、ラクロワ国連平和活動担当事務次長がですね、ヒズボラとイスラエルの、まあ、この暴力行為停止を求めて、レバノンとイスラエルの間の暫定境界線沿いで毎日暴力行為が続いていて、より大規模な破壊的紛争が増えるリスクが高まっている、まあ、このように警告をしました。レバノンとイスラエルの国境でも戦闘が起こってるってことなんですね。そうですね。あのイスラエルの隣のレバノンにはシーア派の武装組織のヒズボラという人たちがいるわけですけれども、はい、彼らがですね、あのハマスとイスラエルの戦争が始まって以降、あのヒズボラがロケット攻撃をし、イスラエルが爆撃を仕返しっていう応酬が、あの、レバノンの方で続いています。はい。今のところ、レバノンでの地上戦を展開するみたいなことには至ってないんですけれども、それでも、あの、1月2日だったかな、には、イスラエルの空爆によってハマスの幹部が、レバノンの首都で、はい、あの、死亡するっていうことが起きたりですとか、はい。その報復で、あの、ヒズボラがイスラエル軍の基地を砲撃する。はい、その報復で今度はヒズボラの司令官が殺害されるっていうような応酬がずっと続いていまして、はい、今のところ少なくとも民間人は20人以上、ヒズボラ戦闘員はもう150人以上死亡しているっていうことが報道されていて、はい、もう緊張感が高まってると言えますね。まあ、これはもうドバイでは連日報道されているってことなんですね。はい、はい、そうですね。はい、はい、モナさん、また後ほどお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。お願いします。時刻5時34分です。
時刻5時39分です。おはようテラちゃん、今朝5時台はドバイと結んでいますアラブ首長国連邦、7つの首長国で、成り立っていますが、そのうちの一つ、経済観光の中心のドバイにいらっしゃるモナさんです。去年の末にですね、 UAE 初の商業増上所が、このアブダビにオープンしたと聞きます。モナさん、 UAE お酒は飲んじゃいけないんですよね、原則。はい、ですね、UAE は一応イスラム教の国であるっていうのが大前提なので、どこでもかしこでもお酒を飲めるっていうわけではありません。はい、はい、ただ先ほども紹介していただいた通り、UAE っていうのはすごく観光に力を入れている国ですし、それから実は人口の 90% が外国人、外国から来た人なので、さまざまな文化的背景の人が行きやすいようにっていう意味もあって、ライセンスがある特別なお店ではお酒が飲める、そういうところでだけ飲める、買えるっていう風になっていたんですね。もちろん、そのイスラム教の国なので、UAE 産の、UAE で作られたお酒っていうものは、今まで存在しなかったんですよ。はい。はい。なんですが、この度ですね、ちょっと法律が変わりまして、はい。で、理由としては、結構石油に依存する経済だったところから、どんどん、脱却していこう、経済を多角化していこうっていう流れの中で、その一つとして、UAE でも、お酒を作るのが OK ですよっていうふうに変わったんですよ。はい。はい、そして、はい、その、醸造所、いいですね、はい、醸造所第1弾がですね、アブダビの方にできまして、昨年末にオープンしました。そうなんですね。モナさん、飲みました？はい、まだですか。アブダビなんで、はい、ちょっと遠いですよね。ちょっと遠いですけどね。はい、お出かけしたら、今ちょっと Google のレビューを見てみたら、結構星も 4.7 で、結構皆さんいい評価をつけてるので、ちょっと楽しみだなと、行ってみたいなと思っています。これは、はい、このお酒はビールですか？そうですね、ビールみたいですね。はい。はい、ただ、日本的な言い方をすると、地ビールと言いますか、マイクロブルワリーっていうんですかね、はい。はい。そういうカテゴリーになると思うんですが。はい。はい、でも、画期的なことですよね。ドバイからしてみたら。そうですね。はい。これは、もう歴史的と言ってもいいんじゃないですかね。はい、すごい大転換ですね。いろいろ頑張ってますよね。そういう意味ではドバイもね。そうですね。はい、さあ、それではこ、はい、どうぞ。あ、そうですね。確かちょうど1年前、2023年の1月は、UAE の酒税が、ドバイか、ドバイの酒税が 0% になったっていうニュースが出たんです。はいですよ、はい、でなので、なんていうんでしょう、ちょうど1年に1回くらいのタイミングで、ね、毎年毎年何かをやっていくって感じなんですね。はい、そんな感じが、しますね。はい、はい、さあ、それではここからモナさんにこのテーマで話を聞きます。最新技術が次々に導入、進化し続ける都市ドバイ。まあ、今のお酒なんかもね、そうなんです。まあ、これはアブダビにオープンということなんですが、まあ、今回このドバイはいろいろと世界一高いビルがあったりとか、まあ、いろんなこの新しいことにチャレンジし続けている街というイメージがあります。この改めてアラブ首長国連邦というの、 UAE は、7つの首長国で成り立っていますが、そのうちの経済観光のこの首長国のドバイです。でドバイの面積は埼玉県とほぼ同じくらいですね。で UAE 全体の人口で、およそ1000万人ですから、ドバイは2021年時点でおよそ350万人、3分の1ですね、 UAE 全体の3分の1の人口がドバイに集中しているといいます。まあ、日本は少子高齢化、人口減少に悩まされていますが、ドバイの人口は着実に増えてる感じですかね。はい、そうですね、どんどん増えてるんですよ。はい、あの
2023年にはあの過去最大 の人口を記録してあのニュースにもなりました。はい、はい、ですね、この人口が増えている要因としてはあの外資系企業がどんどんドバイに進出して経済発展が加速したっていうのが、はい、あの第一の理由ですね。そこで働く人たちで、その人たちが盛り上げた経済にまたどんどん人が集まってっていうことをあの繰り返しています、はい、あのその結果あの外国人労働者働く人たちがどん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 ドバイに流入しまして、はい、2010年以降はですね毎年 5% とか 10% の割合で人口が増えていってるんですよ、はい、でそれからあの経済あの的な面だけじゃなくて、あの昨年はですねあのそれこそロシアから逃げてくる方があのドバイにあの、まあ、ロシアの富裕層がですね、はい、あの退避先にドバイを選んであの渡航してこられてドバイのロシア人人口がものすごく急激に増えたっていうことがあったりして、はい、そういうニーズを吸収してどんどん人口が増えていってるということになります。そうですか、はい、で何でもあのドバイ政府がですね都市開発ドバイ2040都市マスタープランというのを計画していていろいろ生まれ変わろうとしてるようですね。そうですね、あの2040年のゴールを目標にですねあの緑地を2倍にしよう、はい、娯楽施設を2倍にしようですとか、人口の 55% が公共交通機関の駅から、まあ、800メートル以内に住めるようにしよう、まあ、要は公共交通機関をもっと発達させていこうということですね、はい、それからあの緑地を増やしていこうということであったり、はいはい、あのドバイをあのより住みやすい街にするために、はい、あの目標を打ち立てて、はい、取り組んでいることになります、はい、まあ、だって大部分が砂漠というふうなイメージですものね。ですから緑地を増やしていくということなんでしょうね。はい、その通りです。やっぱりあの緑の少なさっていうのをあの問題視というか寂しいなって思われる移住者の方はすごく多いので、はい、ね、またあと体感の暑さ、はい、それを軽減する意味でも緑があるとやっぱいいのでそれを増やしていくっていうのは大事なあのゴールの一つみたいですね、はいはい、まあ、でも今お聞きして人口が増えてるということは住むところ住宅も増えているということなんでしょうかね。そうですね、あの実際私の体感から言ってもあの、まあ、今年の夏で私ドバイに来て10年になるんですけど、はい、はい、来た時は砂漠だったはずのところが、あの今は住宅地みたいに、あれこの辺砂漠だったよなっていうところにお家がダーッと広がっている、そういうあの風景をもう肌感覚としてもあの分かるのですごく増えてるなって感じます。住宅が増えてるんですね、はい、でも、まあ、はい、それから、はい、どうぞ。あ、すいません、国としてもですね、あのドバイ首長が音頭を取って、はい、あの新しくあの住宅地をあのさらに増やしますよっていうことをアナウンス、はいはい、していたりします、はい、これその人口が増えている、まあ、住宅が増える人口が増える、そうするとドバイはその子供と子供を産む女性への支援こういったところは手厚いんでしょうか。そうですね、あのまずお話しする前にちょっとこう場合分けをしたいんですけど、はいはい、ドバイの人口が増えているっていうのはその、まあ、ドバイに住んでる全部の人口が増えているのであって、ええ、あのだから9割外国人って言ったじゃないですか、はい、ええ、なのでそのドバイで働きたいという人がすごい増えているので、そしてあの自国民があのいきなり大量に子供を産み始めたってわけではないんですよ。あー、ええ、はい、これはちょっと分けて考えなくてはいけないんですよね、はい、そしてあの正直その自国民をちょっと大事にしていかなくと、あのなんていうかね、自国民の割合がどん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 減ってしまうし、はい、あの、はい、絶対数としても減っていく、 そこはあの主張としてはあのちょっと自国民同士結婚して、はい、あの自国民減らないようにしたいなっていうあの問題意識もあったりするそうなんですね、だからそこはちょっと分けて考えてい
語らないといけないなっては思います。はい、そうすると、はい、まあ、その中、自国民同士のこの人口を増やしていこうみたいなこの動きはあるんですかね。あります、はい、例えばUAE 人同士で結婚すると、はい、ちょっと首長さんから、はい、例えば住宅がもらえるとか。おお、住宅、ずいぶんすごいですね。お祝い金じゃなくて住宅がもらえる、はい、そういう感じなんですね。はい、そういうインセンティブを設けてまでも自国民を増やしたいっていうのがあります、はい、で先ほどちょっとお話の中で少し触れた首長が音頭を取って新しい住宅地を作ってるっていうことを少し触れましたけれども、はい、これもいわゆるエミラティと呼ばれる自国民に与える住宅地なんですよ。はい、だからそうですね、UAE に集まってくる外国人をどんどん増やして人口を増やそうっていうのと並行して、自国民もちゃんと、はい、増やしていこう、守っていこうっていうのも並行して走ってるっていう、はーはー、日本のレールが敷かれてる感じなんですね。そうですね、はい、これでもちょっと確認です。以前モナさんからお聞きした時、その外国の人が9割で、でもその仕事がなくなったら、はい、自国に帰ってもらうっていう感じなんですかね。あ、そうですそうです。ですよね。はい、はい、はい、仕事とビザが結びついていますので、はい、仕事がなくなったら自国に帰る、はい、そこまでを雇った企業が責任を持つんですよ。はい、はい、だから失業した状態でドバイに無収入の状態で残ってフラフラしているみたいな人は、理論上はいないことになってる、いないということになるんですね。はい、発生しない感じですね。はい、その辺の管理が、はい、その辺の管理がすごくしっかりしているので、ドバイの人口ピラミッドを見ると、はい、20代から、50代60代くらいまでの人口がぐっと太いんですよ。はい、働ける人口がすごく多くて、はい、その後は自国に帰るからスタッと減るみたいな、ストンと落ちるんですね。はい、これもう一つ、その今ドバイの方同士の結婚推奨なんていうねことはお聞きしましたけど、今度は逆にドバイの方と外国の方の結婚っていうのは、これはどう見られてるんでしょう。正直多いんですよ、すごく、はいはい、多いですし、実は UAE 人同士の結婚の場合は、伝統的な結婚のしきたりで結構お金がかかるんですね。いわゆる結納金みたいなものがあったりして、それを若い世代はちょっと嫌がって、その結納金みたいな伝統的なお金のかかる行事をスキップするために、UAE 人じゃない人と結婚したいなっていう若い人が多かったりして、でそれに対するアンサーじゃないですけど、はい、対応としてドバイ市長が、君たちお家あげるから自国民同士で結婚してっていうことを、そこでお家が出てくるんだ。あともう一つはその国籍の問題ですが、 UAE の方と外国の人が結婚します、 UAE 国籍はもらえるんですか。国籍はもらえないんです。もらえないんですか。はあ、はあ、そのあたりしっかりしてるってことですね。まだちょっと確定ではないですけども、もらえるかもらえないか、ちょっと 今はわからないって感じですね。ですから、すいません、ちょっと詳しく調べたことはないんですけれども、はいはい、例えば私の知り合いでも、UAE の方と結婚した日本人の方いらっしゃいますけど、その女性は主婦ビザっていうビザを取って、その主婦ビザっていうビザを一生更新し続ける、はあ、はい、なるほど、UAE に暮らすことはできるけれども、そのビザを更新 、はい、していくということなんですね。はい、あですね、今の話聞いてても、そうすると国籍ってのはかなり厳しく管理されてる感じがしますね。そうですね、はい、その辺はかなり厳しいと言いますか、はい、
はい、しっかり守ってる感じはします、はい。まあ、今ご存知の通り日本もですね、まあ、人口が減ってきています。で、子どももなかなか、まあ、少子化といって対策は打ってるんですがなかなか伸びてこないと、労働力としてその外国人をこの入れるという、まあ、こういうことも、まあ、実質もう入ってはいるんですけれども、そうするとこの先じゃどうしていけばいいのかっていうね、はい、国籍の問題含めて、まあ、いろいろこの考えなくてはいけない問題がありますが、はい、今のドバイのお話聞いてると、まあ、国籍に関してはやはりちょっとこう日本の方が少し緩いというか、まあ、そうですね、ドバイはカチッとこう決まってて、はい、それが今のところ揺るぎないというイメージがありますね。はい、はい、そうですね、はい、はい、まあ、日本 の、 今後の移民受け入れを考えていくときに、まあ、いろんな外国の事例見ていくことになると思うんですけど、はい、その UAE のパターンっていうのは、まあ、もちろんそのまま取り入れられるものではないですけれども、はい、こういうやり方もあるんだなって、人口は増やすけど、自国民を増やしてるわけじゃないっていう、はい、こういうやり方も一つあるんだなというのは、そうですね、参考例としては非常に勉強になりますね。はい、はい、今朝はですね、ドバイアラブ首長国連邦の一つドバイと結んで商社にお勤めモナさんにいろいろお話を聞きました。モナさん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。